はい、どうも、ナトボルです。今回アメリカ出張ということでグローバルステップ3期生の迎えに行くというところで、まあ、前回第1期生の迎えに行く動画が結構好評やったんで、それのまあ第2弾、合計8名の生徒が今回来ます。テキサスに来てしっかりと成長する留学をしてもらう、で一緒に夢を叶えるっていうところ、留学をもっと当たり前にするための活動をずっとしていますけども、こういった感じでね、留学初日の様子とかを Vlog とするところってないと思うので、最後まで見て楽しんでくれたらなと思います。今成田空港でこれからテキサスの DFW に行ってきます。行きます。まずはサンノゼに行って、その後乗り換えで DFW という感じですけども、ジップエアです。一番格安、ありがたい。これができたおかげでほんまアメリカ行くん安くなって、これからもよろしくお願いします。そう、今から行きます。ジップエアで何時間、11時間ぐらい、ほんまそんなに10時間ぐらいのフライトです。頑張ります。果たして長門はジップエアで辛ラーメンを食べるのか食べないのか。11時間結構元気、めちゃめちゃ途中しんどくなってんけど、最後の3時間で YSP みたいな映画、あれでめっちゃテンションぶち上がって、映画は偉大やな。 YSP 見て、そのアメリカのノリみたいな、海外のノリみたいな、そこら辺を体感することによって今めっちゃテンション高いです。入国できるかちょっとビビってるけど、ちょっと心配。久々の入国で、俺も今回はエスタでの入国やから逆に心配、いけてるから。久しぶりアメリカ、俺のこと待ってた。3ヶ月ぶりのアメリカ入国審査さ、やっぱ日本人の留学生いっぱいおるわけ、さすがに YouTube 2万人やん、うん、1人ぐらい長友ブログ見てます、応援してます、長友ブログ見て留学決まりました、おるかなと思ってずっと待ってた。いろんな生徒の顔見てた、誰も声かけてくれ、まだまだです、長友ブログ。これからもうそこで話しかけられるまで僕は入国し続けます。毎年アメリカ来ます。はい、ではそんな感じで今ね、3期生の子たちがね、続々来てて、なんか同じ飛行機でしたとか報告くれたりとか、みんな無事入国できるように身を守って空港で待っていきたいと思います。では、俺らもとりあえず DFW に向かいます。アメリカ来て一発目の飯はもちろんハンバーガー、バーベキューハンバーガーでございます。はい、今からスピリットエアラインでサンフランシスコからダラスに向かいます。スピリットエアライン、いやアメリカで格安航空めちゃめちゃ遅れたりするけど、今回は無事飛びそうです。 DFW 何回行ったやろ、7回8回ぐらい DFW 行ってます。はい、3時間ぐらいあるんで寝ます。よいしょ、到着。 DFW 入りましょう。めちゃめちゃ暑いらしい。うわ、暑い。夏は暑いし、冬は寒い。最高です。この青空、恋しかったです。テキサスブルー、第二の故郷、まあまあ、第二の故郷では確かに住んだ長さ的に幽霊と出会ったチームもあるし、ここに今からグローバルステップ第3期生8名が到着する。マジででかいね。いや晴れてるな。 E まであるから、ターミナルが。確かにね、成田って1、2、3や、うん、 DFW A から E かいな。そうで、場所的にアメリカの中心やから、すっごい数の盛り付きがあるから、うん、慣れたな。でもほんまだいぶ慣れたね。全然しんどさがない。現地時間6時半ですね。6時半とは思えない明るさ。ほんまやな、留学生としてでなじゃないアメリカが初めてやから、すごいワクワクする。ああ、せやね。まあ、1週間ぐらいおるんで、その間 USA たちと喋って、で1期2期の話とかも聞きながらできたらなと思います、うん、全部動画にするんで、長い動画になると思うけど、最後まで楽しんでくれたら。
第3期生は色がちょっとステイポジティブワークハードで、ちょっと色がね、いつもより黒目で頑張ってください。はい、アメリカ来て一発目に食べたかったもの、それはチポールでございます。大好き。あの、日本におって唯一、まあ唯一ちょっとあれやけど、一番食べたいな、一番恋しいなと思ったのがチポールのチキンボール。いきます。はい、チポール、見てこの野菜の量、これが最高っすね。いただきます。メキシコ料理の神に祈る。いただきます。これマジで日本来た方がいいと思う、ほんまにうまい。これに支えられた留学5年間、今全部走馬灯のように、マジでありがとう。食べてください。何ですか、走馬灯のジェスチャー。おはようございます。今の時刻が4時27分です。5時半に DFW に到着する生徒がいるんで、まあそれに合わせて俺らもしっかりと起きました。昨日残したチポーレを朝ごはんで食べて DFW を迎えます。今日残りの7名の子が来るので、しっかりとお出迎えしてフーディー渡して、で大学の寮だったりとか家に入ってもらおうと思います。今日も最高の一日にします。あと3分半です。見よう、早く2個落ちてくる。落ちない、落ちない、落ちない、落ちません。もう一個、もう一個買ったらいける。てれん、イエーイ。はい、行きましょう、レッツゴー。はい、今第一期生の迎え行った時の場所に来てます。3期生の1人の女の子が1期生のショーと同じ便やって、全部の工程一緒やったらしくて、一緒に仲良く来たみたいやから、それも迎え行って、で今日は朝でほとんどの子が来終わるっていう感じです。その後の入寮とかがあるから、そこも全部ついて行ってっていう、まあ1期生の時の流れと基本的には一緒やけども、やっぱ2回目3回目やから結構慣れてはいるし。はい、覚えてる、ここでインタビューした動画覚えてる、どう思いますかみたいな。雄大さん、どんなお気持ちでしょうか。そうね、まず無事についてほしいっていうのがやっぱ一番かな。初めて来た時俺も不満やったから、で俺が今恐れてんのは、長門さん意外と背低いっすねって、これがいっちゃんきついよね。言われるのはちょっと覚悟してはいるんやけども、それでも傷つかずに涙流さずにしっかりと温かくハグで迎えようかなと思ってます。今ウーバーの中でこっちに来る途中、涙出そうになった。感謝、信じてくれたことだったりとか、今のところね、無事に来れていることだったりとか、健康体で来れていること、ありがたいですね。この感謝の気持ちを忘れずに、信じてくれた子たちだったりとか、恩返しできるようにしっかりと、最高のね、留学サービス。グローバルステップのモットーはやっぱり留学の始まりから終わりまで、本当に留学で成功する、最高の留学にする、そこを全力で目指してもらうようなサポートを心がけてますので、楽しみです。彼らがどうなるのかもめちゃめちゃ楽しみやし、俺ら自身もどれぐらい大きくなれてるのかとか、いろいろ考えてると込み上げてくるもんがありましたね。はい、来ました、2人目どうぞ。食べましょう。GS フーディー、ありがとうございます。これね、上に配ってるのが認定式です。認定式、認定、もう認定はされてるんだよ。はい、どうぞ、来て頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい、イエーイ、無事、安心やな。あと7人、無事全員行けますように。みんな来てください。それだけがほんま。あと荷物届いてほしい。うん、あーそうね。聞いてる感じでも入国は今んとこみんな順調に行けてるっぽいから、うん、いいな、みんなで大谷見に行くとかやりたいな。うわ、やりた。男の子1期生で女の子3期生、ショーとリサちゃん。怖い、あいつ。ショー元気か。1期生みんな見覚えがある人は。
OK です。じゃあ頑張ってください。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。見えてなかったけど1期生はグレーなんや、薄めの。そう、3期生は1期2期とちょっと違うね、今回全員集めてさ、写真撮りたい。撮りたい、やばい、マジで撮りたい。結構目立つのまあ。いや、すごい、やっぱすごい映えるね。この比べて小さい。ちっちゃいよね、やっぱミニマリスティックにしちゃったの。うん、でもこの風に実はこれポケットあるんですよ。ここがなんか嬉しかった。マジっすか。ちゃんとポッケあるわ、ほら。え、めっちゃいいやん。そう俺らのこの待機具合あれや、M ステの登場みたいになってるけど。デレレひろみち、待ってください。お、いろんな方来たんで。いや、めっちゃ嬉しい。ようやく会えたね。お疲れ様です。はい、これドラマのステップより贈呈します。頑張ってください。はい、ありがとうございます。無事無事来れてよかったです。贈呈します。頑張ってね。はい、いらない。食べたい、食べたい。OK。 お菓子配りおじさん。はい、どうぞ。どれもうまいけど、どれとこれ。いや、これこれ。OK。 はい、これが雰囲気2つ。お兄さん俺の。え、お兄さん俺の。はい、これで最低や。お疲れさんです。頑張っていきましょうね。はい、院長、院長。お、いいじゃん、いいじゃん。お疲れ様です。オズモンですか。か DJ DJ 長友、長友 DJI。 いやー、Aカメラ使ってお前いいんだよ、ここ出してさ。さあ、いや、暑いね。その鍵どこすか。いや、ちょっと所在のわからない鍵が一つある。どう部屋、どうすか。いい感じです。思ってたよりいいです。ほんま。え、けどベッド高くないですか。いや、落ちないように気をつけや。大丈夫です。あれ、なんかあれちゃう、枕持ってきた。枕も入らなかったです。え、寝れないんちゃう。いや、もうこっちで探します。はい、新しい相棒を探します。オッケーオッケー。イケメンやな、アライアン。相変わらず。どうすか、うまい。メキシコ料理うまいっすか。うまいっすね。うまいっすか。ぼち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 。野菜入ってないんちゃう。はい、うわ、うまい。入れるわけないよ。最悪こいつ。アメリカめっちゃ合ってんちゃう。入って A の多分部屋に入ったらいいと思う。電子レンジついてて冷蔵庫もあるという感じ。あ、ちょっとなんかここより広いかもしれない。勉強机がないだから買うか、お図書館で勉強するって感じにするか、リビングで勉強するのもありやけど、こんな感じ。ミスちゃん、これでプロバス3期生全員揃いました。いい、ありがとうございます。死んだ雄大が。はい、今夜の11時。グローバルステップ第3期生全員が入国および入寮完遂しました。この時間が最も幸せであり、最も大変、そして緊張感がある、そんな一日でしたけども、無事終わりまして、朝5時半から活動してみんな迎えて、すごく長い一日やったけども、でもやっぱね、来てフーディー渡して、その時の俺の笑顔を見てもらったら分かると思うけど、超幸せ。でもね、こんな、まあ、一個人が初めてで、今グローバルステップっていう名前になってやってる留学サポート、こんな俺を信頼してくれてる、信じてくれてる人がいるっていう、そのことがもうまず感動やし、幸せを感じることができた一日でした。あの子たちが本当に幸せになって、長津さんのおかげで、留学したおかげでこうなれましたよって、なんか自慢しに来てほしいなと。その瞬間って俺本当最高に教育者冥利に尽きるというか、幸せなんやろうなという。それを目標に、これからもね、俺がまず俺の背中でもうゴリゴリ
キラキラしてないけどキラキラするために全力でなっている、そんな背中をねこれからも見せ続けて彼らの刺激になれればと思っております。この Vlog もその一つやしところです。はい、ちょっとずつです。今1期生4名、2期生3名で3期生が8名と着実に増えてます。この子たちがどん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 増えて全員が大きな夢を持ってそれを叶えて、で少しでも日本を良くしたいと事業を作ったりとか世界で戦う人材になって、最終的な僕らの目標である日本を強くする、日本を世界で幸せな国にするっていう、ここを目指せるように本気で信じてます。それができるって、そのための今小さな一歩ちょっとずつちょっとずつ3人4人8人とやってます。これからもこんな感じでね、夢を持った学生を世界で戦わしてめちゃめちゃ成長させて、で日本に帰る何か行う、そんな流れを作っていくので、今の日本の閉塞的な進路選択、ここをぶち壊して最高の日本を取り戻すなと思います。日本が強くなった時って結構海外から真似てたわけやん、風立ちぬとか見たら分かると思うけど、やっぱ世界から、まあ、伸びてる国、成功してる国から謙虚に学んでそれを真似る、そしてそれをより良くする、これが日本のお家芸やったわけで、できてますか？ガーファム、でっかいテック企業アメリカで作られたけど日本出てきてますか？なんでかっていうと海外から学ぶっていうその謙虚な姿勢を失ったんちゃうかなって最近思います。だから、まあ、一回海外に飛び込んで挫折を経験して吸収できるもの全部取ったれというような思いで、俺自身もそうやったし、そういうマインドの若者をどんどん世界に出していこうと思ってます。この活動を応援してくれる人はぜひ YouTube チャンネル見てチャンネル登録して、他の学生やったりとか親戚のお孫さんとかどん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 広めてほしいです。口コミだけが全てです。僕も下手くそなんで SNS いっぱい広めてほしいです。そして一緒に日本を変える一員になってくれればなと思ってます。本気で買いに行きますので、俺も雄大も、あそこで雄大ちょっと寝てるけども雄大もボロボロです。そんな感じでね、これからも頑張っていくので、長門 Vlog およびグローバルステップスタッフ一同応援よろしくお願いします。ではこんな感じでグローバルステップ3期生の初日のお出迎え動画終わりにします。お疲れ様です。で今から俺コーチングがあります。はい、頑張ります。